はい、はい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 、どうもはいはい、楽しい週半の時間ですよということで、はい、出来上がりました。作ってるところは撮ってないですけどね、味噌汁も作ったからよかったなってね、今なって思ってんの。はい、こちらでございます。ウィンナー末広がりの8 卵さん目玉焼きも、そういうことです。そういうことでございます。やっております。特にどうってことないご飯ですけれども、いただきます。それが贅沢です。それでいて幸せです。ありがとうございます。ずっとね、こもりっきりで、まあ、こもりっきりってこともないけどさ、いただきます。いったか。はい、乾杯乾杯乾杯です。全然追いつかない、全然追いつかないのよ。島の動画、モリンガソルトです。あ、出す。島の動画のね、編集やらチェックやら何でもかんでもそのまま出せるってわけじゃないんですよ。トマト麺かけとこう。あー、いい香り。もうちょっとパラ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 リンコしただけでめちゃめちゃいい香り。モリンガソルト最高ですよ。ありがとうございます。あ、いいねいいね、素晴らしいね。さあ行きましょう。うん、あ、いいな、本当にいいわ。うん、あ、これサラダにもおすすめ。見ても香りは伝わらんから難しいけどね。うん、あ、サラダにもおすすめ。うん、ふん、ほんと美味しいな。トマトも美味しいから余計に美味しいわ。特別なこともない。業務スーパーの激安みんな。食べられることに感謝。これでいいんですよ。これでいいんです。帰ってきて初めて焼いたかな。何か、うん、一回は焼いたか。あ、ライブしたか。ライブしたライブした。うんうん、割れちゃってる。今日はね、割れちゃってます。では行きましょうか。この仕事待ってます。お願いします。はいはい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。この仕事ください。卵割る専門の仕事ください。活躍する自信があります。うんうん、あー、おいしい。あー、おいしい。うん、結構パンパンでね、先の話を続けたけど、帰ってきてから、まあ両方とも帰ってきてなんですよ。島に行ったら帰ってきて、こっちにでも帰ってきて、不思議な感じよ。だって島で同級生あぐんちゃんと会って話するわね。春樹いつ帰ってきた、木島いつ帰ってきた、いつ帰ってきたっつって、
あいついつつって、じゃあ次いつ帰んの、あでいつ帰んのつって、いつ帰ってきた、でいつ帰んのって、そう言うんですよ。自然なことです。どっちもホーム、どっちも。少なくとも心のホームは島、あっちでも少なくともさ、おかしいな、あっちでもさ、もうこっちでいる期間の方が長くなってるわけだから、体のホーム、本拠地はこっちになってるわけで、これはもう隠しようというか嘘のつきようがないわけですよ。騙しようもないわけですよ。まあ誰も騙すもりはないけどさ。うん。ああおいしい。ケンタッキーの紙です。いい紙です。あ、ケンタッキーも食べたいな。ケンタッキーも食べたいな。ケンタッキーも食べたいな。うん。何の話でしたっけ？そう、本拠地の話。取れてるか？大丈夫か？本拠地の話をしてたんですけど、まあ両方、両方じゃん。両方本拠地。で、そう、パンパン、結構パンパンでさ、作業自体も全然追いついてなくて、動画の作業もってことですよ。他にもあるんですよ、結構他にも結構あんのやること。無職でもやることあるんですよ。追いつかない。動画も追いついてない。屋内、室内作業も追いついてない。出かける作業も追いついてない。明日印鑑証明、住民票、うん、どっちか片方だっけ、うん、また調べないと。それとって送らんといかんのですよ。送らんといかんの。一個ずつそう思ってやってますけど、焦らず急げですよ。焦らず急げ。中学生の時に教えていただいたの、直接受け持ってもらったことはなかったけどね。確か。岩本先生だな。あの先生といえば望む役だったな。仲良かったな、あの役と先生、あの先生は。うん。ギターを上手に弾く先生でね、ブランパ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 ン、弾いてるよりも叩いてる方が多いわけよ。パンパンパン、かっこよかったけど、もう大ベテランの先生です。当時ね、もう20代30代とかじゃん、大ベテラン。
用事は言わんけど、望めかねよ放送でよく、望め、望めっつってね、よく呼び出ししておったな。好きだから会いたかったんでしょうね。そう、あの先生がよく言っておった。焦らず急げど、残ってるもんね。非常に芯をついた言葉というか、強い言葉だなと当時から思ったから、思っているから、その瞬間思ったから今でも覚えてんだろうね。まあ僕にとってはですよ、生徒、同級生、また先輩後輩方、先輩方後輩たくさんいた中で、当時はまだねたくさんいたから、今よりも人口があったから、覚えてる人が何人いるか分かりませんが、僕にとってはそういう強い言葉だった。また違う先生がその誰かにとっての強い言葉をこう話してたとしても、僕はそれを受け止めきれずに何も残ってない、そういうこともあるでしょうしね。中学校の時の放送室ってていうか、あのオンボロ校舎もうないのかな、あれもうないのかな、体育館は立派な体育館で、横がオンボロの校舎だったような気がするんだ。あ、もう変わってんのか、だいぶ前に。そっかそっか、確かそっか。そうだね。いや、僕にも中学生時代ってのがあったんですよ。もちろん幼稚園生、小学生っていう時代が僕にもあったんですよ。今日は室内作業の日なんで、食べ終わったらお出かけなしの日ね。昨日はお出かけしまくりの日、その前の日もそうだった、前々日も。まあいい、また作業に戻ります。卵腐らそういかんからね。腐らそういかんっつってももう時に賞味期限が過ぎてるんですよ。4日過ぎてる。でもまああんま2ヶ月ぐらい過ぎてると余裕で食べてたからな。僕も食べましたしね、全然楽勝です。お願いします。だけども年寄りだから心配で、この間はね島帰った時はそれやめようって言ったわけで、僕はいいよ、僕はどんな風になっても大丈夫ですから、そんなということです。業務スーパー安い、ありがたい、でもちゃんと美味しい、ウインナー、ソーセージ、名前分からんと、卵さん、目の前駅、トマト、キャベツ炒めだね。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ガンボアチャード。